皆さん、こんにちは、まなぶです。今日は、ビギナーさんのために、パットが上手になるためのワンポイントアドバイスをですね、していきたいというふうに思っています。まあ皆さんに質問ですけど、皆さんの握っている握り方はどのような握り方をしてあるのでしょうか。まあ、ディスクゴルフに関する動画っていうのは、まあ、海外の人たちの情報、ものとか、調べればパットの握り方とか出てくると思うんですよ。で、まあ、それに近いものをやっとけば僕もいいと思ってるんですけど、まあ、上手な選手がね、パットが上手い人たちの共通点っていうのは何なのかっていうのは、まあ、自由自在に投げられるっていうことなんですよね。仮にここから投げてみようとすると、まあ、今日は風が強いんですけど、まあ、風が強くても綺麗にこう投げ出されるような、握り方をしていると、ね、じゃあどうしたらこのように投げられるかっていうのは、その握り方も大切なんですけど、フリスビーをですね、もっと身近な存在として付き合ってもらいたいというふうに思うわけですよ、ね、でパットは一応パター用のディスクがあるんですけど、今投げたのはパターなんですけど、ミッドレンジっていうものも、一応フリスビーなんですよ、ね、ここにミッドレンジがあります。こうやってでミッドレンジでパターをしようと思っても、やろうと思ったらできるわけですよ。こうやってね、綺麗に行こうと思ったらできる。でドライバーもあります。これもね、前回の動画で言いましたけど、ドライバーであっても綺麗に投げられる。パットが上手い人は何を投げさせても上手く投げられるものなんですね。じゃあその何を気をつけたらいいのかっていうのを今から説明します。でそれは一体どういうことかって言ったらですね、投げるっていうところに関して、真剣になりすぎない。で、丁寧に投げようとしすぎない。っていうことが大事なんですよ。ね、入れようとか、頑張ってなんかしようとか思うと、途端に体っていうのは思い通りに動かなくなってしまうものなんですね。だから、あたかもなんかディスクがね、こう落ちてました。で落ちたディスクを拾ったその状態で投げるぐらいの感覚で、まあ、投げていってほしいと。もしくはフリスビーを何か受け取って、で受け取ったような流れでこう投げていくと。ちょっと今外しましたけど、フリスビーはですね、何でもいいんですよ、ね、だからそれぐらいの状態で受け取ったらすぐ投げる、もしくは下に置いてあるやつを拾ったらすぐ投げる、ね、かしこまらないということですね。自然に取って自然に投げる。そのために一応グリップのやり方っていうのは説明がしてあるんですけど、でも力いっぱい握るわけでもなくて、そしてフラフラ投げるわけでもなくて、ね、自然に何かしら手に取ってそのまま投げるっていうような投げ方でトライしてみると、パットに関してはですね、自然にうまくいくようになります。やっぱこう狙ってやろう狙ってやろうじゃなくて、入ったらいいよなとかっていう感じで、受け取ったらすぐ投げるっていうような感覚で投げてもらえると、パットに関しては自然に投げられるようになりますということで、以上ワンポイントアドバイスでした。参考になると嬉しいです。それではまた。